急いでいるようですが、休館ですか？不潔という言葉をお送りします。私とあなたはそこまで面識がないはずですが。客だと？あの、今なら一泊二食付きで案内できるぜ。ベッドも長いこと誰も、いや、すっげー綺麗なもんだ。いえ、私は臨時治療院を開かせてもらうだけで。ああ、それも構わねえ。泊まってくれんなら自由にしてくれ。よろしいのですか？なんなら治療客に軽食を出したっていいぞ。なるほど。こちらでそのような痛ましい事件が。ああ、それ以来、なんつうか、風評被害が出て、客も寄りつかなくなっちまってな。こちらのような親切な宿が閑古鳥なのは、そういった理由でしたか。では。及ばずながら私も力になりましょう。は？私がこの宿にはカースなどないと証明できれば、皆さんも不穏な空気を感じることもなくなるでしょうから。え、あんたっていうかカース？自己紹介が遅れました。私はディアン・ケヒト・ファミリア所属の。ディアン、あんたデア・セイントだったのか。はい、その名で呼ばれるのは私自身お恥ずかしいのですが。変な格好で全然わからなかった。どうかしましたか？ああ、いや、あんたがデアセイント、こりゃ月が向いてきやがった。あんたがいてくれりゃうちが験の悪い宿だなんて噂はすぐ。では早速。終わりました。はい、こちらの宿にカースはかかっていません。至って安全です。これでこちらの宿の安全性は。そういう話じゃねえだろう！ではこちらの宿で臨時治療院の準備を進めさせていただきますね。ああ、デアセイントの治療院に使われてるってなればうちの印象も変わるだろうからな。それでは私は物資などを買い揃えてきます。わかった。ま、うちで治療院を開くってのも広めといてくれよ。はい、こちらの宿が再び活況を取り戻せるよう私も微力ながら力を尽くしますので。ああ、頼りにしてるよ。その後、噂が街中に広がるのに、さして時間はかかりませんでした。あのデアセイントすら、いかめしい格好をして臨むほど、恐ろしいカースが、ビリーの宿屋にはかかっているという噂が。